それでは2部を始めさせていただきます。2部は3人でのアンサンブルと、まあ、バイオリンのソロも、はい、お届けしたいと思います。そうですね、まず2部なんですけれども、1曲目スカルラッティが作曲しましたスミレ、そして2曲目ヘンデルが作曲しました私を泣かせてください、そして3曲目私プチーニですね、プチーニが作曲いたしました私のお父さん、この3曲を続けてお聴きいただくんですけれども、こちらも歌詞はね、日本語ではなく全てイタリア語になってます。でそのイタリア語の歌詞の意味を先ほどの歌詞のところにちょっと載っけてるので、まあ、よければちらっと見ながら、こんな言うたはんやなと思いながら見ていただければなというふうに思っております。それでは3曲続けてお聴きいただきます。